ライガン・スピンさんは、スピンさん、ライガン・スピンは、うん、おすすめできるな、これ。あ、そう、スピンアートのスピンたちと質が違うな。そうや。点数何点ですか？どうも、コミュニズマーケットのショーです。今回は、八坂さんのライガン・スピン出していきます。よいしょ。久しぶりだったな。 X は行ったやん。 X は行った、うん、ただちょっと臆病しちゃって、もう話は来ないのかと、うん、思いましたね、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、してほしいということで、ライガンスピン説明入ります。お願いします。ライガンでも搭載されてた高いアンテナを維持しつつ、粒形状を大きくして、はいはいはい、回転量を上げた。上げた。上げたらば。濁ってしまう。ああ、そうですね。スポンジの高度とかも変えずに、うん、そこの粒だけいじったみたい、シートの。飛ぶわけじゃないんじゃん。うん。回転がかかるようになった。こっちの方がいいって言われた。うん。はい。まあ、それは安定力一緒でな、回転上がった方がそれはいいですよねって話ですよね。値段の方いくらですか？お値段が3900円プラス税、もう安いね。安いやろ。定価で買っても4200円ぐらい、4290円。手なし1枚で2枚買えるぐらい。定価で割引とか入れん、大体、うん、考えたら3000円台やろな。やばっ。パッケージがちょっとダサいよ。まあかっこいい奥はですね。K1J 型です。ああ、ラバーの位置的にはエクションのデカ系。はいはい、初心者層、中級者、中級者から中級者に上がりたいっていう子で聞いてます。まあ、その辺の、そう、中高生、40代、50代の、うん、パワーがもう落ちてきて、はいはい、安定重視になってきた方とかには、うん、いいんじゃないかなと思います。ベガとかはこう飛ぶやん。これ多分こんな飛ばんけど回転上がったから、使いやすい系、軽くて高性能系だと思います。まあだからほんまに触ってないんで。確かにね、実際に打ってみないと。はい、分かんない。ほんまに触ってないんですか？ほんまに触ってない、今回。これツイッターだけだけど、一回書くの。ああ、うん、あれはもう違うから書きちゃうあとこまじゃあ早速、調べをしていきます。ライガン、ライガン、ライガン、スピークフォアハンドいきます。はい、ごめん、ライガン。あ、書くやもんな。ごめんなさい。ライガンスピン、はい、OK です。なんかテカテカしてるな。うん、コエクション。お、ライバル。お、ライバルラバーや。あ、比べていったの。お、いいよ。これでもあれ、ベガ最強やで。え、ベガ最強っていう噂。あよくないですね。安定はしてるんで、うん、叩きようがないですか。ベガ2はね、うん、あ、ごめん。あ、ライガンでいい。うん、上がるな、うん、ライガン・スピンさんは、スピンさん、ライガン・スピンは、うん、ちゃんと弧線を描いてくれる、勝手に、うんうん、どっちかやったら、うん、まあ、その分こう球は遅くなるんですけど、うんうん、安定力は間違いない。あ、なるほど。本当に柔らかいんで、うん、食い込みやすいんで、うん、力なくてもこうしっかり食い込んでこう台の中に収まってくれる感じがします。なるほど。大した回転フォアドライブいきます。うわー、
スピンがあるから、まあ、ほんまにおっと、こっちから飛んでるんだ、おえ、ほんまにわっち注意しやすいわ、結構かかってる、おはい、おなんか想像を超えてきたな、しっかり、あ、そう自分で個線をかかんでいい気する、こうループの時も自分でこう山なりにしようと思って最初ってたらめっちゃ高なったから、うん、で回転もかかるし、セミオートや、うん、え、ガチで、うん、ありありではないけど、ああ自分が使うのはきつい、まあ、それはちょっと質がやっぱ落ちますけど、うん、おすすめできるなこれ、ああそう、レッスン来てくれた、ああなるほどね、ちょっと、うん、今ラバー困ってるんですよって言われたら、うん、これ一回やってみてください、そうやね、ママさんとかだってスーパーベンタスとか言われへんやん、いやちょっと重いなみたいなんで、なで僕 C1 とか言ってるんですよ、うんうんうん、C1 よりいいっすね、ああなるほどね、おこれええな、あそうおすすめできるますね本当に、あおすすめできます、うん、ごめんごめん、思ったより回転かかってる、軽いかなと思ったら予想以上に回転かかってる、予想を超えるっていいよね、だからあのクロステップと一緒だから値段を超えてくるみたいなね、柔らかい割にも落ちないし、あそうカウンターいきます、え、マジ？掛け返せる？あ、やってみる、おー、はい、ラバーさんやりましたね、これはやったな、え、僕的にはラクザよりいいんですけど、へぇ、X 使うならこっち使います、じゃあ、あれちゃん、ライガン X とか作ってくれたらいいのにな、もうそっちなんかいい気してますけどね、あ、そっち行ってくれたらいいのにな、あんなラクザなんか使わんと、でも本当にやりやすい、できないことがない、掛け返しできるし、そうやな、カウンターできるし、チップせえへんし、する気配ない、バカンときます、はい、水野似合うな、ありがとう、スピンとはちょっと質が違うな、そうや、重さっていう面でも重い球は出にくいと思うんですけど、そつなく入ります、うん、とりあえずな、うん、大丈夫、行こうか、はい、あ、はい、どうぞ、はい、個人的に、あ、はい、そう、あ、軽いな、軽いだいぶ軽い、あ、ぶっ飛んでも重い、上がるね、うん、うん、まあ軽いな、軽いってなあかんと思うわ、まあまあそのさっきおすすめした年代やと軽さはあんま気にならんかなとは思うから、まあ入るしな、うん、楽しいよな入ってた方がな、卓球は本当にしっかり個線かい、うん、書いてくれるから、うん、いいラバーですね、うん、まあ上じゃないな、まあ上の方が使うラバーではないかなと思います、俺らが今までだってレビューしてきたやつってあのベガとか、うん、あとは何でしたっけ、07、あ、うん、うん、とか、そこもそうでしょ、うん、だから一番いいですね今の、あ、そう、あ、もう圧倒的でしょこれ、だだ大事にきます
わー、4回ぐらいだった。あ、なるほどな。わかったわかったわかった。もう一回。うん、ごめん。持たなあかんと思う、やっぱり自分で、うん、ストックはこっちの方がいいですか。ああそう、ちゃんと収まる、食い込んでくれるな。ああそう、柔らかい。あと何かある？ブロックする？まあ入るな。うん、とりあえずな。お疲れ様でした。どうでしたか、大学スピンの方。思ったよりも良かったです。想像は超えてくれました。まあ、3900円のラバーではないですね。いくらあるんですか。5000。2000円払ってたの。ロスないんだ。4500円。4500円プラスで。ベガ使うならこっちがいいと思います。回転かかるし、安定するし、しっかり食い込むからちゃんと手にも響いてくるし、うん、入ってくれるからいいよな。入らんかったらちょっと早いけど、チップとかこう謎落ち現象がなかったから、ほとんど、うん、それはすごい大事かなと思いました。今まで俺らがこう紹介してて、その中の19社のレベルやったら高いな。そう、07とかベガ、C1 とか、そこの3つ、うん、中やったら一番いい。何回も触らなかったな。うん、やっぱり何回もすれば。確かにな、触ってないから何とも言えない、うん、レッスン来てくれる人とかにラバー迷ってたらおすすめできる。じゃあ今回八坂さんのライガンスピン点数何点ですか。70点。07が65点だ。ちょっと高いんだよ、うん、僕が使いたいとはならないんですけど、うん、まあ G1 とか V15 使うならこっち使います。すごい、はい、絶対こっち使います。かかるし、 あとはもう八坂がどのレベルに向けた商品を作ったかやな。ああ確かに確かに、ちょっと安い八坂って。だからそこで、いやいや俺は上級者に向けてこれ作ってんってやったら、だいぶ話変わる。あ、まあ変わる。それは変わる。でも八坂にはそれ一言言おうや、それはないでって、ね、うん、それはない。僕は使わん。僕は絶対使わないです。以上、ゴーブリンズマーケットのショーでした。バイバイ。